早めにあれだね、全員集まって数の寄りを作ろうとしてる。さあ T1 シロンがそのままさあ離れを取りに来た。さあ離れに一人行ってるところをさあ3人で詰めていく。寝起き一発目で実況していく。この男を3点バースト、じゃあ2点バーストあって、さあシノンの HP 削れていく。もう一発あってシノンを一人落としていく。さあ無理やり落としたことでさあ2対3の状況をさあやっていく。さあちょっと大隠しの弾は多かったが、ここは2対3から有利ができた状態、1人も残さずに倒していきたい。さあエンビーをもう捕まえている。さあここは前さん突っ込んでいく。さあ横に移ったエンビー、しっかりと全員でさあ確実にエンビーを倒していきたいところでございます。さあしかしエンビーも耐えてますね、ちゃんと。さあ耐えているが、ここはさすがにさあメイシーフィッシーがやっていく。さあもう一人残ったフード J をさあやって、1週間ぶりのさあリベンジ成功。何も見ていません僕は。さあバウンサーが見えないが、ここはバウンサーショックウェーブで一気に距離を詰めていく。さあ前さあ一発でさあ最前線に躍り出る。味方ともしっかり合流して、さあメイシーフィッシー、ここハイグラ取りいってるね。さあハイグラに行こうという判断、前さあ一気にハイグラ取って、さあこのゲームをマインドするのはこのチームか。キル、さあ先ほどさあキルは変わっていないが、7キルしてもう勢いはついているこのチーム。さあ上からゼタフさんにアサルトライフル、いいダメージ出した。さあチョコラブも打って、ここは新規フィッシーが倒している。また1ポイント獲得。さあキルを取りに来たレンコンにアサルトライフルを打っている。さあミヤにも当てて、さあアサルトライフルのエイムが良すぎる。さあ現在9キル、さあこのレベル感で9キルして、また1キル、10キル目。さあ11ポイント、さあレンコンがまた倒す。さあ11キル目、12キル目だ。さあ1段下げて、これは敵を倒しに行くか。さあ残り次第310、ハイグラキープしたまま、さあ出てきたところを、うわールーザー T を倒して、さあまたキルを重ねていく。さあアサルトライフルのさあ火力がエグすぎる。さあ一気にキルを稼いで6キル。さああと何キルできるのか。さあ目の前の敵隠し入れて、しかしここはレタスさんが HP ないところをさあしっかり倒していく。さあ残り人数7人12人、7パーティー。さあナエトル残ってる、ナエトルも倒して、さあ残っている。さあ韓国語表記の人も倒していく。さあ一気に3キル、さあ1人で9キルまで上り詰めた。さあ残り5パーティー9人、ここは下に降りて敵を倒しに行きます。さあ上は取り返されてない。さあ下では、さあみんなが頑張って、ここはもう張り替えている。さあ上にもう一度戻って、さあ10キルしているぞ。さあチームで17キル。さあ横を通してまだ倒そうとしている。さあ上に行った敵はシンキーフィッシーがしっかりカバー。さあチームでポイントをどんどん上げていく。このまま順位ポイントも入ればえらいことになるぞ。さあそのままマイサーが下に降りて倒して、しっかり確認。さあボブがあと1人アンチガで残っているぞ。それに気づいてショットガンとアサルトライフルで合計12、チームで20キル。そのままビクロイ1試合目から45ポイント稼いだシンキーフィッシーのチームです。さあもうゴリゴリ詰めて敵を倒すことに。さあ見ている、さあワイルドホーク、うわーなんで勝てんのそれ。さあ気持ち的な余裕が出ている。さあ目の前のさあタカちゃんにすごい、えなんかもうロードがわけわかんなすぎて、すごい超次元バトル、なんか燃料力の戦いみたいになってるって。さあメイシーシンクが生き残っている。マイサー死んでしまった。さあハイグラキープはさあ難しいと考え、メイシーここは下に降りる。さあ現在51ポイント、さあすごいヘイトをもらっているが、さあしっかりと、うわーやばいとこ入っちゃった。これは一番やばいな、多分今ラグ、多分ラグそうだねマジで。結構喧嘩売るね。さあ一発当たられたバウンサーでやばいところに入ってしまった。ショックウェーブを無理やり使ってアンチ街に行く。クロッパー一匹食べて生き残っている。間に合うか4030。さあ目の前のクリックスを倒したい。ここは倒したら資材かつできる状態だったか。さあさすがにしんどい。さあしかしまだ生き残っている。目の前の NSR ミア、さあ HP がないの倒して隠しを入れたい。さあレイギスも HP なので、さあここはどうなる。さあロードが入ります。うわー倒されていくが、しかしポイント稼げている。 T1 がさあ今回もさあかぶせている。さあ最初の
宝箱バトル。さあ、メイシー、ここは一歩下がって、目の前のエンビーを倒していく。さあ、一人ピックして、さあ、ここはシェイクしていきます。さあ、脅して敵の場所も分かった。さあ、倒したぞと。さあ、目の前のフードジェイもやっていく。さあ、今週はシンクたちの方が、一枚上手か。さあ、マイサーが、さあ、踊って倒して、がしっかり落ち着いて、さあ、下で結構ごちゃごちゃしてるところ倒していきたいよ、これ。さあ、アサルタリフル2発あって、さあ、降りてきた人も倒して、さあ、1ポイント獲得。ショックウェーブでアンチに入る。さあ、目の前の敵、ラッキーショット一発あって、もう一個ショックウェーブで、さあ、アンチの、さあ、上にやってきた。さあ、移動の仕方が上手すぎる。さあ、目の前の敵、ちょっと待って、強すぎんか。そして1位、本日2回目のビクトリーロイヤル。さあ、マエサーチーム強すぎるやろ。いや、でも俺は自分に嘘をついてでも、聞こえないの。素晴らしい。メイシーが2人やってる。さあ、メイシーがここでまたキルポを稼いでいっております。さあ、資材も回収してそのまま上に登っていきます。大丈夫かい。さあ、何人も上に飛んでいきます。さあ、ここは100ダメージから、さあ、倒しきりたい。さあ、追っかけていくが、ここは倒しきれない。出てきたところ、フレーダーワンキル。さあ、資材を獲得している。さあ、残り2パーティー1v2。 さあ、しかし1対2なので、これはさすがにしんどいか。さあ、1人出せばワンチャンあるが、さあ、上から降りてきれるが、しかしここでもう2位のポイントをゲット。さあ、生き残ったのエラー、さあ、落として倒していきたい。さあ、ここから逆転あるのか。さあ、バウンサーがあるので、まだ上にはいけるが、残り資材1。さあ、ここ降りてきた敵を倒していきたいが、ロードが入ってダメージ、1人倒せばワンチャン。うわ、惜しい。さあ、いいね。さあ、ショットガンとサブマシンガン取りました。さあ、 T1 エンビーを倒していく。メイシーフィッシー、さあ、しかし前沢もやれてる。さあ、上に来た。さあ、 T1 を蘇生なしで、さあ、そのままやっている。さあ、11交換。さあ、メイシーショットガン持っている、前沢もショットガンを持っている。さあ、一発。さあ、ちょっと何も見てないよ俺は。まあ、ここで運動してもね。うわ、これはリザートが、さあ、下にいる。うわー、やばいところ取っている。さあ、スウリもやって170。さあ、資材が欲しいので、ここは隠し入れて資材ゲッチュ。さあ、移動していきます。さあ、もう健在がない、ここも健在じゃない。お、引き殺した、インビ。さあ、まさかの T1 のここで倒してしまった。さあ、ワンボックス健在もあるし、うまい。さあ、フードチェーンを倒して、まさかのこんなところでもT1 対決が見れる。さあ、出てきた。うまっ、うますぎる。さあ、これはもう勝ちきり入ると予想して、さあ、倒さずに、さあ、次のアンチ向かっていく。うま、なんだ今の。さあ、デカボ飲んでいきます。ある。うわー、神山ボックスにちょっと健在を取ってればっていう、もうね、確かに。さあ、最終、ああ、もう映ってしまいました。メイシー前澤シング151ポイント、45ポイント差をつけて圧倒的じゃ。明日も大丈夫でしょこれ多分。うん、いや、もう多分これでクオリファイですね。確かに、だってこれの時点でもうボーダーが200だもんね。そうですね、200あれば絶対取れるから、明日50ポイント稼げばもういけます。さあ、ということで、メイシーたちはもうクオリファイもして、うん、安心安全でいいポイントを取って1位で賞金もゲット。そうね、完璧。フルの動画も配信のアーカイブの下のリストのところに貼っておいたので見れるようになってるので、よろしかったらね、先週の暑さをもう一度見たい人はね、見逃した人は見てください。それじゃあ皆さん、お疲れ様で、できたらその時高評価とか押してくれたらね、ありがたいです。それじゃあまた明日お会いしましょう。それじゃあお疲れ様でした。またな、バイバイ、またな。朝ストファイ配信したじゃん。そんでだるまさんがめちゃくちゃ興味持ってコメントとかしてくれてたので、その後だるまさんにすごいね、ストファイ教えてくださいって、もうすごい恐ろしいぐらいのね、恐ろしいぐらいの DM が届いたような。ストファイ一緒にやりましょうみたいな。これ見て。
俺が配信終わった瞬間、これがね、2万文字ぐらい送られてきて、これが2万文字ぐらい送られてきて、で、その後、だるまさんに、3時間4時間ぐらい、ストファイを教えて、寝るタイミング見失って、1時間だけ寝ようっつって寝坊を仕掛けたっていうのが今日ね。うん。